こんにちは、フェアの経理士団のレオレオオレオです。こんにちは、レオレオオレオです。今日は、寄せ植え挑戦しようと思います。で、寄せ植えまだまだ練習中で下手っぴなので、余裕がないので音声これ今後から入れてます。この子名前何だったかな。可愛い子を適当にパツンパツンってカットしてきたんですね。あと葉刺しの子とかいろいろです。この、手前の子は確かカバディだったと思います。で、この今見えてるちょんちょんの何ですか、爪が鋭い子が確かジャッカル系の子ですね。ジャッカルみたいな子で、このジャッカルとその赤い子の真ん中にある小さいのがブレイブで、その隣は多分虹の玉だった気がします。で、この下の子、カバディの真ん中に入れた子がストロベリーアイスかなって感じで、適当にカットしたり葉刺しの子とかそんな子たちですね。寄せ植え用にしてた子たちなので、名前がない子が多いんですよね。で、こんな感じで入れてってます。で、ちょっとグリグリが、グリグリ、なんだっけ名前、サクサグラレモスグリーンがちょっとだけ水が少ないなって感じなので、ちょっとヘロヘロなのでちょっとご愛嬌で、ちょっとかなり植えにくかったです。ちゃんとやっぱセダムに水あげるの忘れちゃってて、ヘロヘロだったので寄せ植えした後ジャージャーとしっかりお水あげときました。で、今グリグリをちま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 していってます。このちまちまがなかなか、こっち入れると端っこが抜けるみたいな感じで、まだまだ下手なので頑張って修行していこうと思います。で、ちまちま入れていって、グリグリ以外にも今回いろいろセダム使ってみました。庭にいた子たちで、生えてきた子たち、これ確かね、脱脂フィルムだったと思います。可愛いんですけど、ちょっと入れにくいんですよね。入れて綺麗に整列したと思うとパーンって弾けちゃって、なので何度か入れ直ししてました。面白い具合に、今から見てもらってると、入れたって思うとパラパラってなったりしてくるので、ちょっと笑いながら見てもらえるとありがたいです。で、これなんだっけ、これ黄金細葉万年草、細葉黄金万年草、どっちだっけ、ゴールデンカーペットとかって子ですよね。で、これこの子を合間に黄色が入ると可愛いので、ちょこちょこ刺していってます。セダムも頑張って寄せ植えいっぱい今年はしていきたいので、寄せ植えの修行をしていこうと思っているので、セダムもたくさん増やしていこうと思います。セダムは気づいたら増えてて、気づいたらなくなってるので、なのでちゃんと忘れずに、ちゃんとお水とかあげてるとちゃんとしっかりモリモリしてくるんですけど、忘れた頃に消えちゃうんですよね。なので保険株の意味も込めて、しっかりちゃんとセダムも頑張って増やしていこうと思います。セダムがいっぱいあってモリモリだと、あ、寄せ植えしようって気になるので頑張ってきます。で、またグリグリと黄金細葉万年草の間の子は何だったかな、これもう名前がわからなくなっちゃってる。セダムってすぐちゃんと名札つけてないので、これなんだっけっていつもなっちゃうので、ちゃんと名札をなくさないようにしていきたいと思います。で、この虹の玉とストロベリーアイス、この手前ですね。で、その虹の玉とストロベリーアイスの間にも黄金細葉万年草を詰めていってますね。で、これはなんだっけな、もう名前忘れちゃった。このセダムなんかね、すぐクリクリになっててめっちゃ可愛いんですけど、植えにくかったです。で、手前の回っちゃったがビアポップだったかな、ビアポップ入れました。で、ここまた脱脂フィルム入れてます。そして脱脂フィルムを入れたことでまたポロポロ落ちて、あーもうってなってます。めちゃめちゃここなんか悲しかった覚えがある。入
れた、入ったと思ったら違うとこ落ちちゃって泣きました。で諦めて、今度はトリカラーですね、トリカラー持ってきました。トリカラー可愛いんですよね。すぐなんかね、あの枝が伸びてきて、新芽がめっちゃ可愛いんですけど、ポットとしてはそんなに好きじゃないんですよ、ね、なので頑張ってガツガツ増やして、なんか可愛い時が一瞬でなんかすげー伸び伸びになっちゃうんですよね。なので可愛い時をたくさん作れるように頑張って育てていこう。そしてまた何か落ちましたね。何落ちたんだ、苗が落ちてる、落ちてる、片方を入れると片方が落ちてる、頑張ってます。また落ちた落ちた、ポロってなった。そしてポロって落ちたことで中に入れてるカヌマがこんにちはしてる。あ、全部外しましたね、塗り直すみたいです。悲しい、こういうのも本当修行あるのみですよね。頑張らないで頑張って詰めていってますけど、きっと心が折れたので黄金細葉万年草を埋めていってるみたいです。でも寄せ植え久しぶりにしたのでめっちゃ楽しかったです。でなんかちっちゃなハサシっこ入れましたね今。そしてここに鶏殻を入れることにしたみたいです。頑張って詰めていってます。寄せ植えめっちゃ楽しいので寄せ植えガンガンしていこうと思います。ヘタッピだけど作るのはめっちゃ楽しい。このトリカラーの横の子は確かブルーサプライズだったかな、ブルーサプライズの馬刺しの子かな。でその隣がブレイブです。ブレイブは確か石化のブレイブから出てきた石化じゃないところをカットした子だと思います。で 今またグリグリかな、グリグリ入れていってます。グリグリもめっちゃ頑張って増やそうと思います。これで多分一周できたのかな、今回してます。で間の上のところにちょっとこう隙間を埋める感じで、黄色が入ると可愛くなりますよね。なんでもりもりと黄色入れていってます。こんな感じ、出来上がり、ぐるぐる。でこれが可愛いんです、この鉢をつけるのがあります。ごちそうありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。